はい。お、温泉へのことでございます。今日なんですけども、朝のトークやっていきたいなと思うんですが、昨日ディスコードのね、お知らせチェックしてなかったので、はい。まあ、フェスとかね、いっぱいいろいろ来て、ちょっとドタバタしてたので、朝のトークで、えー、ディスコードの中身見ながらやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい。皆さん、まずフェスいかがだったでしょうかうん。まだ始まったばっかりなんでね、まあ、焦らず気長にというところですかね。はい。自分は、あの、昨日動画、 えー、出しして通りの感じでした、はい、途中まで本当に「やーべえこれトーマさんのフラグ立ってるわー」とか思いながらねあのやってたんですけどやっぱりねああいう時にこうもちろん結果的にはめちゃめちゃ良かったですけどただ、えー、最終最後のところでは弾けたという、ね、結論でしたが。 家庭でね、やっぱりこう、トーマさんとか、ね、エデンさんとか、やっぱ持ってるな、感がね、出ちゃいますよね。はい。自分ちょっとね、ああいうところがやっぱね、ね、見せれないところっていうのがね、やっぱこう、ダメなんだろうな、っていう <laughs>、ちょっと思いました。はい。えっ、ー、と、えー、まずき、えー、質問ですね、そろそろベンチワークを増やしてほしいですっていうところで、えー、7月16日から、 えー、控え選手が、えー、5から7名試合交代追加が3から5名というのでまあ、すごいですね16日金曜日からこれ控えで7人いて交代枠5人いたら極論でいくと今のチムスキー5人じゃないですかなので、まあ、6人きりず同じのも持ってて同属性で組めるようにしてデバフガードを 例えば普通のデッキでやってて、えー、バランス取ってるんですけどデバフとあった時に後半から染めデバフのフルガードとかでいけるっていうのができちゃうってことですよね。なんであの3つ熱あんまり意味ないんじゃないか3つ熱結局やっぱ意味ないんじゃんとちょっと思っちゃいました <laughs>。3つ熱頑張って作っても後半からとかあの巻き返しちゃうんだなっていう。 デッキ作れちゃうなと思って要は染めの染めのガードとかいろんなガード系とかをねこう入れるっていうのができちゃうんでちょっとこれが来たことであの3すくみあんま意味ないんじゃないかなと思っちゃいました。はい。 えー、ランクマン、A 和座の美咲くんは強い、強いすぎて、まあ、海外の人ですね、多分ね、オンライン対戦のカップ杯で無敗です。無敵だ、無敵です。無敗ですだったらよかったと思ったに、ね。<laughs> Z 林や、えー、ドリフェイス・ジェンティーレーでも止めてくれなくて困ってます。また、通常パスは遠くからされてもディフェンダーが止められないことが多く、 えー、よく見て、見かけているので調整します。調整をお願いします。ああ、なるほど。ランク,ランク A 技 A 必殺,必殺技強化科美咲君は使い勝手次第確かに強力な PVP で活躍している選手です、えー。先日の情報修正により各国のコミュニティフレームのトーナメントなどで盛り上がっているとたくさん連絡いただきましたがこのようなフィードバックもあることを真摯に受け止め今後の選手設計に反映していきたいと思います。いやいやいや、これでいいでしょう。はいこれくらいやりましょうよと思いました。 <laughs> いやいやだっていいじゃんだって工場キャラで強くなるんだったら、ね、しかも急キャラで強くなる誰でもねしかもあの配布のチケットで100%あのゲームにログインしてるだけでみんなもらえるキャラクターがそんなにランクまで活躍するんだったら全然ありかなと思うんですけどあちなみに多分そうですね体感的にはスパスターとかだと止まるんで、うん、あんまスパスターだとね使ってる人は運び屋とかで使ってる人の方らね見ますかねはい。 えー、お疲れ様です。今回のメダルイベントの、えー、金、銅の区別が使われまねいつも通りだーっていうところで、これね、多分前からずっとあると思うんですけど、見づらいんだけど、どういうで、多分パソコンで作ってて、実際アイコンのレベルで潰して実装確認したときに、あ、これなんとなくわかんねえみたいな。なんでもっとわかりやすくしないもう金、銀、銅とかやめたらいいのになと思って、も信号でいいんじゃないかなと。青、赤、緑みたいな。うん違うな。青、赤、黄色。<laughs> 青、赤、緑って、青と緑がね、おじいちゃん、おばあちゃんとかよく間違えるやつ。はい、青、赤、黄色でいいんじゃないですかって思っちゃうんですけど、金、銀、銅やるから銅と金が混じるんだよってちょっと思いましたけど、<laughs> 青、赤、緑。<laughs> 自分で言って面白くなっちゃった。<laughs> はい、すいません、酔っ払いです。はい。 さあ、えー、次。えー、今日なんかいっぱいありますね。他のゲームで、ゲーム内で必殺技を見ることができますが、こういう機能ないですか要はムービー機能ですね。えー、試合以外で必殺技を再生する機能について検討した時期もありますが、要領の都合もあるので、実装予定ありません。そうですね。これ YouTube とかでね、よく上げてますけど、ね、自分たちじゃなくてね、YouTube とかでありますけど、フリー必殺技はもちろんアップロードされて私、まあ、要領を圧迫するからやらんよっていうことですね。 はい、まあね YouTube でアップしていけばいいんじゃないかなと思うんですけどどうでしょうねはいあので再生リストでねまとめて見やすくしてくれるようにすれれば特に問題ないんじゃないかなと思うんですけどはいえー、そして皆さんこんばんは結構前からお兄さんと新しい特技を考えたりとかでお兄さんお兄さんってはどっちの意味なんだろう <laughs> すげえ気になっちゃった。 お兄さん女子が言ってるのかなやったもしくはあっちの方なのかなとかあっちの方でお兄さんって言ってるのかリアルなお兄ちゃんなのかな3択でちょっとすげえ悩んじゃいました、はい、えパンチマスターパンチする時にクリアしたらボールは仲間に必ず行くとあこれ素晴らしい特意じゃないですかえパーソナルマーキングオーダーマーキングって犬なんでその辺におしっこするってイメージになっちゃうんですけど相手チームの選手が パスするときにボールを受ける選手の一番近くにいるチームメートはマッチアップする。ああ、なるほどね。うん。まあ、サポーターにちょっと似てる。バックカバーの方がサポーターに似てるか。選手はマッチアップのときにドリブルされたら、えー、後ろからカバーしてあげるチームメートの相手にマッチアップに入ります。うん、なるほど。はい。 えー、提案いろいろありがとうございます。新しい特技は常に先設計チーム、新規開発チームの方で検討しておりまして、非常に似た案が出ており、いただいた提案内容は、一個の新しい特技の候補として検討させていただきます。なるほど、ディスコードにこういうの書くと、結構いろいろ検討してくれるみたいですね。もし皆さん、こういう機能があればというのがあれば、えーね、投稿してみるのも一、ね、向なのかもしれないですね。 はあ、いやねちょっとね自分はもう最近も、まあ、特に6月はそうなんですけど新キャラ多すぎで一個一個のキャラの潜在の内容覚えれないんですよマジで。どうですまあランクまで、ね、出てくるようなキャラクター頻度が高く出てくるようなキャラクターを覚えるんですけどもさすがにねもう何、まあ、何全部で何キャラいるかわからないですけど。 ちょっとレアなキャラクターとかだと、もうその戦前の内容とか覚えてないんですよね。だから多分皆さんあの、えー、これ結構ミスったことあるのかなと思うんですけど、例えば、えー、ダビとかだったっていうねあのワンツーしようとしたらタックルで刈られたりとか。 はいまあ、もちろんねガルパンとかでもそうなんですけど要はワンツーキラーが密かについていたりとか、あのー、このキャラ必殺技封印のガード持ってるっけ持ってないっけとか <laughs> その辺がね自分も,もだいぶ曖昧になってきてて、うん、もうやっぱそのキャラ分の脳の,の。 奥の方から引き出し明けて考えないといけないレベルまでちょっとねまあ若い人とかはいろいろ覚えれると思うんですけど正直今はやっぱり複雑というか覚えることが多すぎちゃってあの新規さんとかちょっとね中抜けした人たちからすると「何これ」みたいなこのキャラクターどうなってんだろうとか。 あの私特技とかね、どんどん出てくるのは面白いんですけど、浸透する前にガンガン固め打ちみたいな形でやるので、ね、た月1個とかならちょっと自分覚えれますけど、<laughs> いっぱい出てくるんで。 はい、もうねこのもうちょっと自分はやっぱりシンプル感想にね仕上げるって言って複雑化させるといつも言いますけどゲームやる人いなくなってくるんであのあ減っていくので、まあ、できれば、うん、あのいろんなことを、ね、考えて特技にしていただけるのもいいんですけどもえシンプルに楽しめるっていうね方向もすごい大事かなと思ってまして言ってね翼の年齢、ね、メインの人たち決して自分の視聴者さんとかもそうですけど決して。 ねあの、いや、決してこれ失礼では、失礼だったら申し訳ないですけど、言うって、やっぱり自分の視聴者さんのメインって、35歳から50歳くらいなんですけど、そこで70%くらい超えちゃうんですけど、 そんな覚えれますか一個一個全部全部今度クイズやってみようかな、ね、の YouTube ライブとかで「はいこのキャラクターの特技から洗剤全部言ってください」みたいなとかえ全部ね答えられる人はやっぱ脳が頭が柔らかくて若いかなと自分もなるべくこう覚えるようにし,しようと思うんですけどもやっぱりこう普段使わないキャラ合わないキャラとか出てくると全然分からなかったりするので特に自分が使ってないと全然覚えないですよねただこれ覚える覚えないでランクはの勝率も変わってくるので非常に大事か かなと思ってるんですがやっぱ日、ね、この辺いろいろ増やしてくれるのもいいんですけど複雑化よりも簡素化は今の方が重要かなと思うんですが面白い特技は今後も期待したいなと思いますというところで次のページいきます <laughs>。はいえー、昔のカップハイの報酬必殺技を12ヶ月でゲットできる場所に追加してもらっていいですか ごです、ね、もういいですかと2年前ぐらいのカップ杯と報酬としてのジャンピングに S をゲットできましたがそれら、えー、復帰していません、えー、もっと最近のカップ杯のカップ、えー、報酬の必殺技もどこかで復帰してもらったら嬉しいですその時にカップ杯に参加できなかったプレイヤーは感謝します 例えば、アロータックル S、ブレイクタックル S、フライングドライブパス S など。えー、1から2ヶ月で必ず獲得できるようには予定は今のところないですはい。まあ、そんな、そんな簡単に出た技を渡さんよということです。<laughs> はい、えー。ご意見ありがとうございます。現状ですが、えー、期間イベントの報酬を1から2ヶ月で必ず獲得できるようにする予定は今のところありますかうん。で、これも同じような回答。 ああで,で、さっきの回答ですね、えー、チャレンジして、えー、期間、うん、今のところないですよと、期間限定のものに関しては、えー えーっと、開催期間中に獲得できるようにチャレンジしていただければと思いますと。また過去のイベントの報酬として必殺技の夢玉交換所に設定している場合もありますので、やっぱアプリ内での合格にいただければと。過去のイベントの報酬として復刻していない必殺技については、このヒードバックをイベント設計チームに共有させていただき、ニーズがある旨をさせていただく。まあ、あの、 一定期間、まあ、半年とか1年経った場合で、なかなか試乗とかガチャとかで取れない技っていうのは、夢玉交換所に置いてもらった方がいいのかなと、自分もちょっと思いますけどね。 はい、欲しい人、夢玉交換っというかメダル交換所とかでもワンチャンいいんじゃないかなと思うんですけどね、金銀銅のね、消化メダルとして、まあ、ちょっとね、金メダルがね、多めだったり、自分は銀メダルがめっちゃたまるので、銀メダルめっちゃハードル、銀メダルの消費量が多くて取れたりも、あの金だと10枚、銀だと100枚、銅だと、銅,だと銅の価値って結構高いんで。 どうだって200枚とかでそういうふうにこうでもどのメダル使っても取れるようにしてほしいですけどね自分的にははい、えー、フィードバック97代表捜査君佐野君久木君のありがとうあー宝箱ですね次回イベントの97の日本代表の日向君 澤田君と反町君もイベントのメダル交換所に追加をお願いしますこの流れが分かるということはかなり長い間でプレーしてくださるというまずそこを褒めるのかいいみたいなで長きにわたりプレーしてくださるまずはありがとうございますというのでお察しのとおり日向武史反町君も出ますと7月の後半なのではいここでですねこれ注目だと思うんですけども武史持ってない人が武史ゲットできるんですよねでこの井手武史は OMF2 点取ろうという時に、えっと、か,なかなり役に立つキャラクターなので え、タイムアタックのためにも、まあ、ここ忘れなく、あの、ね、たけしゲットしておくといいんじゃないかなと思います。はい。えー、そして、えー、大きいプロデューサー。 の方からですね、配信してほしいキャラのリクエストでキラさん、えガモさんえ、片桐さんの選手時代を出してほしいと何名か、何名かの方から意見をいただいて、<laughs> 薄いとこ拾っていく、原作でも数ページしか出てないかなりマニアックなリクエストですね。現時点では制作予定がないですが、リクエストがたくさんあるようでしたら、制作を検討していきたいと思います。それでは うん、どうですかね自分は、うんまあ、ロベルトとかもそうなんですけどやっぱり違和感は結構あるんで、まあ、欲しい人も多いのかなと思うんですが。 うん、どうでしょうね自分はなくてもいいかなというところですけど、うん、中途半端な捨てとかで出すんだったらいらないかなっていう気がするんですけどね、うんはい、なんかね特殊な何かがあったりとかして、うん、面白いゲーム性に付与できるこの3人逆に言うとこの3人ってベンチ枠とかで入れとくとなんか、ね、特殊効果を働くとか監督機能とかつけて、ね、そういうキラ,キラ監督だよとかえガモ監督使ってるよとか片桐 ねえー、教,会教会委員長だっけ忘れちゃった日本代表サッカー協会の人だよとかみたいなベンチ枠で置いとくと何かしら効力があるみたいな方がちょっと面白いかなと思ったんですけどまあただそこまでねベンチ枠の調整まあ今いろいろね絆とかもあるからそこねフォーム交効果もあるしそこまで効果出しちゃうとしんどいのかな。はい、というところでディスコードのお知らせ読みながら今日朝のトークとさせていただいたんですけども。 まあ、えー、そうですね。まあ、この辺の細かい、えー、自分が思ったこととか、みんな思ってることっていうのは、ちょっと共有もしてみたいと思いますので、えー、予定通りですね、今日本日夜の10時から、えー、YouTube ライブ、えー、まずね、えー、っと、4周年、えー、1ヶ月ね、経ちますけども、えー、4周年振り返ってみてというところのトークテーマで、カゴタスとトーマさん、えーね、3人でちょっとやっていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんからもね、 お時間いましたら夜の10時、えー、来ていただきましていろいろご質問もしくはご意見いただければ自分たちもいろいろ考えてみたいなと思いますので楽しくね、えー、4周年過ごしていくためにも、えー、何かね前向きな感じで終われるといいなと思っております。はい、えー、というわけでいつもご視聴ありがとうございます。えー、ランクマ海外ばっかりだ <laughs> けども、えー、楽しんでいきたいなと思います。偏りすぎ、日本パのチームスキル揃うのいつなの7月9日以降でしょうみたいな、あと10日、ね、くらいある、10日、あと、まあ、約10日くらいですか、あると思いますので、えー、頑張っていきたいなと思います。<laughs> はい、えー、というわけでいつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。